シェフにまず感動してもらわないと、とてもシェフがお客さんを感動させられるなんていうことはね、できないわけですよね。肉まん、美味しかったな、もう一回食べてみたいなというようなね、肉を私はね、今も作ってるつもり、これからも目指すつもりなんですよ。